って言ってますが決まっているんで聞いてください。聞いてください。合気なんか使いたくねえよってブチ切れてましたね。突然なそのキレキャラに。でも合気多分好きですよねこの人。攻めが強いキャラが多分好きなんでしょうね。早くて、あ、なんかその組み合わせによってなんじゃないかね。あ、まあそれもありますよ、もちろん。太平のナメクが決まって、おっ、おっ、太平らしからぬ。たまにらしい、たまにああいうとこだけうまいっす。なんか最後までちゃんとブロってるのとか初めて見た気がしますけどね。たまたまっすかね。たまたまっすね。たまたま、まあ、長い、たまたま途中から抜けましたからね。そうですね、なぜか抜けましたね。まあ長いサード人生そういう時もありますね。そう、この辺もやっぱ長いんで。長いですね。やっぱいろんなことがありますね。ありますね。いろんなこともあるのかって。まだありますからね。未だに見たことねえよこれみたいなもん。一生ここはここではめてます、ね、投げて、あ、絶妙なヘッドが。EX ヘッドで移動して投げるや。安くはない、安くはないですね。大変らしからぬコンボが。ただロキ引かれて。綺麗ですね。綺麗ですね、玄道さんね。しかも弱っていうね。さすがでございます。あ、こういうこともできるんですね、さすがですね。まあ、器用ですからね。器用ですね、間違いなく。さあ、ダッシュが神合い、大パーマルですよ。しかも赤物取れてる。これまずいんじゃないですか、玄道さん。まずいっすね。あ、ヌーン。なんかさっきと似たような感じだが地上。あれ削減切れてるんですかね。どうですか。あのマイチューパン。マイチューパンはでも着地してたんで。はい。地上で食らってましたね。普通に食らってますね。地上ぐらいして。マイチューパンは削減切れないんじゃないか。切れないんですね。じゃあまあ一応。あの端でなんかエイジスからのしゃがみ台パンからのコンボでマイチューパンエイジスとか当たった。なるほど。さあ、一本取ったな、なんと太平。さあ、投げて。さあ、これ相打ち痛いですね。さあ、元気の体力もう半分ないです。もう半分。投げだけでなんかもう半分ぐらい減らされてますよ。さあ、中達も混ぜていく。さあ、投げが確定、投げだけなんか7割が減らされてますよ。ただ、後期なんでまだありますね、これね。あ、しゃがんでる。なぜしゃがんでるのか。飛び蹴り大パンだけですげえ下手。多分肘こすったんですかね。これ何も食らえない、まずい。ああ、飛び上がり自殺。食らいに行きましたね。まあ、確かに大エイジスと思って端が抜けたいところですからね、あれはね。そうですね。それちゃんと宙にしてました。なんか宙暴れてますね、さっきから。円大パン出てました。うまい、うまい、うまいですね。バイパン、さあ置いて、うまいですね。今の確定ですか。そうなんだ。あ、ただこれはまあね、1本使っても取りに行くと。そうですね、まあ、大変もゲージが溜まったんで、まあ、痛み分けってところでしょう。そうですね。さあファイナルラウンド、大変はリーチ、健三は負けられません。残影剣さ、なぜか立ちぐらいしている。 KO らしからぬ。これまずいんじゃないですか、健三さん。あ、立ってる、しゃがんでる。さ、昔頭蓋壊しゲーム完全クリアしましたからね、健三さん。置き詰めで頭蓋で壊しだけやるよっつって両方ガードするっていう。やってての話ですからね。まあそうですね、35年ぶりのスタートなんで。あ、漏れるが、反復はなし。さあ、置き詰めよ。あ、投げていく。さあ、とりあえずなんとか取り返し、取り返しましたね。1対1ですね。もういつ EX ヘッド食らって死ぬのか、もうドキドキしましたけど、なんとか取り返しました。大変さん、やっぱり1本に満たないときはかなり打ってきます。まあそうですね。ジェージが7割ぐらいで、あと3割ためるのめんどくさいなって言って、とりあえず EX ヘッドを使って、まあ、なんかゲージはちゃんと使ったよみたいな顔してくるんで、顔してくる、切れそうですね。その
のゲージ量は皆さん要注意で7割ですね。太平さんのゲージ量7割に要注意と。見てマジでよく使ってるんで。さあ使う間もなくタッチくらい。タッチタックル食らってダッシュ流行ってますね。食らうと前に行きます、ね、前に行きます。食らったら前。誰の影響なんですか、ね、誰の影響ですか誰の影響ですか、ね、分かんないですね。健三さんの影響ですかね。食らったら前に行くみたいな。食らったら前に行けど、ダウンしてなければ前に行けど。おめえのせいだ。おめえのせいだ。言われてました。言われてしまいました。あ、ここでガールされるが、これ確定。きっちり。あ、待っている。あ、痛い。あ、何をやってるんだろう。そう、大パンでも多分ピヨってましたね。そうですね。うん。さあこれでお互いリーチファイナルラウンド、まあ、結果オーライというところでしょう。太平が取り返して取り返してお互いリーチスーパーリーチ画面を支配しているのは健三。なぜどうしてどうして大変なものがありました。何危ない。何が起きたんでしょうかメスターさん今のは。わかんないですけど2回目の大変なんとなく大パンって当てをしましたね。画面を見てれば当たったはずなんですけど、なんとなくですね。これはしゃがみぐらい勝って痛い。ああ大変なことになりましたね。放送事故です。貴重な KO が貴重な KO がこのゲーム切れそうなんですけど